1月20日に25歳の誕生日を迎えた J1、JO1、の河野純喜が同日、グループのインスタグラムアカウントにて生配信を実施。一番に祝福のメッセージをもらった相手について話した。今回は、河野の好物として知られるパスタを食べながら、最初は木俣翔也と二人でインスタライブを開始。誰から一番連絡来たのが早かった、という質問に対して、河野が確認すると、ワンちゃん、木村、雅也かもしれん、と事務所の後輩グループにあたる意味の木村雅也からの祝福が一番早かったかもしれないと明かし、木俣も、そういうところしっかりしてそうだもんな、と返した。河野は、違うかも、と曖昧に続けたが、木俣や佐藤敬吾からの連絡も早かったと明かしていた。河野純喜、与那城翔&川尻蓮と生電話その後は他の仕事でインスタライブに合流できなかったメンバーと電話をする場面もあり、まずは与那城翔から電話が。与那城が、仕事が押してて時間が間に合わないから電話でだけでもと思って、と電話越しに祝福することになった理由を説明し、行きたかったけどね。と残念がると、河野は、かっこいいっすと一人で仕事をこなす与那城へ尊敬の言葉を送った。その後は他の仕事でインスタライブに合流できなかったメンバーと電話をする場面もあり、まずは与那城翔から電話が。与那城が、仕事が押してて時間が間に合わないから電話でだけでもと思って、と電話越しに祝福することになった理由を説明し、行きたかったけどね。と残念がると、河野は、かっこいいっすと一人で仕事をこなす与那城へ尊敬の言葉を送った。